血岩血岩中の化石血岩は堆積岩の一種。1、16ミリメートル以下の粒子が水中で水平に、堆積したものが脱水、固結してできた岩石のうち、体積面に沿って薄く、相乗に割れやすい性質があるもの。ページの字は、本のページを意味し、この薄く割れる性質から命名された。泥が堆積してできた岩石のうち、薄く割れる性質を持たないものを霊眼と呼ぶが、 デーガンと結ガンの間に本質的な違いはないので、結ガンはデーガンの一種とする考え方もある。また、弱い変成作用を受けて硬くなり、やや厚い板状に割れるものを年板ガンと呼び区別する。年番ガンと共に硯の材料として使用される。水中に堆積した泥が元になっているので、生物化石が含まれている場合が多い。 古生代カンブリア紀のアノマロカリスなどが見つかったカナダのバージェス血眼が有名だが中国の墨絵グリーンランドのシリウスパセットなどから産出する血眼からも同時代の化石が発見されているこれらの化石は血眼の粒子が細かいという性質のため埋没した後に生物の意外が化石化の過程で腐りにくく動物の通常なら化石に残りにくい軟体部や 場合によっては内臓まで形状が完璧に保存されていることがある。血眼は有機物に富むものが多く、特に有機物が多いものは、蒸圧で触媒を用いず還流すれば、石油を回収することができるので、オイルシェールと呼ばれる。ありがとうございます。